バッドボーイ非道、本名、高山秀夫は、日本の男性プロレスラー。大阪府大阪市出身。妻は、元女子、プロレスラーで、プロレスリング01ゼネラルマネージャーの工藤恵み。東京に出てきて一時事業を始めるが失敗し、ホームレス生活を経て1993年1月20日、WING でデビューする。邪道、下道に見出され、非道と改名する。 邪道、下道が WING 離脱後も WING に残り金村幸弘とライバル関係となった。WING 崩壊直前に離脱し、青柳政治が起こした新格闘プロレスに本名で参加したり、王に相撲軍団の一員として、派と名乗るマスクマンで登場した。するも、目立った活躍はなかった。その後、ミスター・ポーゴ率いる WING 同盟の 一員として FMW に参戦し、大仁田敦志ら正規軍と争った。大仁田の引退後は AS の早ヤブと抗争を繰り広げた。だが、首の負傷で受け身を取るのが厳しい状況になり、1999年、横浜アリーナでウィリー・ウィリアムスに敗れたのを機に、ウィリーらとウィリー軍団を結成。空手家というギミックでウィリー鉱山に改名。 1998年には、元、FMW 女子のエースである、工藤恵美と結婚した。やがて長期のアメリカ遠征に突入。その間には、今ミッドサウスのキングオブザデスマッチに参戦し、ガビオデスマッチを戦うなどした。この時期には、今ミッドサウスヘビー級王座を獲得している。2001年に、FMW を退団し、当時、CZW 軍との交渉下にあった。 大日本プロレスに登場、CZW 派につき、CZW 撤退後の2002年には、河西淳、ジウィンガーと共に、赤ま虫という軍団を結成してやりたい放題に、暴れ回っていた。その後、ウーの主要メンバーとして活躍し、ゼロワンに進行をかけたりもした。冬気行動の死去の後、ウーは、冬気軍に名を改め、冬気軍プロモーションという名義で工業を、 開催していたが、冬季軍プロモーションの解散後は、アパッチプロレス軍のメンバーとして大日本プロレスを、はじめとするインディー団体に参戦。大日本では、マッドマン・ボンド、ミタフトニー、マイクソン・プラスといった、外国人レスラーたちと共闘したり、伊藤隆二と BJW 認定デスマッチヘビー級王座をめぐる、構想を繰り広げたりもした。2005年、金村金太郎が、 長州力に敗れて、長州の軍門に下った後、非道が代わりにアパッチプロレス軍を仕切っていたが、後に金村とは和解した。2006年初頭からは、金村、黒田哲弘らと共に新日本プロレスに参戦、重心サンダーライガーと抗争した。しかしその後、非道は、俺は、葛西純の噛ませ、犬ではない。葛西とデスマッチやらせろ。という理由から、 アパッチプロレス軍を裏切り、佐々木隆史が率いる隆史軍団へと寝返った。非道曰く、自分が負けを認めるときは、自分が死んだときだけらしい。いつも、有刺鉄線バットを携帯していたが、最近はハサミをトレードマークにするようになった。最近では、頭文字を取り BBH と略されている。ところが、2007年末頃から、内臓疾患で欠場を余儀なくされた。 非道も酒をよく飲むせいか、このように、肝機能障害で欠場することが多い。非道は、金村の発言や未だに酒を飲んでいるため、復帰は絶望的かと思われたが、2007年10月、ハイ69の重傷による11月12日、新規馬大会、ハ69イ 69A 度開催に際しての金村の来場要請に応え、石井智弘を有志鉄線マットで襲撃した。 非道も2008年春頃を目途に復帰すると発表していたが、金村が起こした不祥事の影響で2008年3月23日付でアパッチを退団。6月負けへん工業で復帰し、8月22日に赤ま虫の一員としてアパッチプロレス軍に復帰するも、それ以降は金村ともに活動する。2010年4月から長期欠場をしていたが、 FFF プロレスリングで2012年6月29日に復帰。その後、病気療養を続けてきたものの2021年10月17日死去。51歳没。不法は、同月21日に妻の工藤が GM として所属するプロレスリング01より発表された。同月30日の01東京タワー特設リング大会において追悼セレモニーが行われ。 妻の工藤が出席しリング上から挨拶を行っている。ありがとうございます。